カッパ園長グッズ第4弾、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、2月23日から3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、カバージャグロカッパ園長です。じゃあ最後はね、台湾のパイナポーの話の続きいきましょうか。まあなんかこれ海外でもね、だから日本以外、台湾以外の国地域でも、なんかこのね、日本が台湾を救おうとしているっていう形で、まあ受け止められて、まあなんか話題になってたみたいなんで、ちょっと見ていきましょうかね。まあだから世界中の人たちが日本が台湾を救おうとしてると、台湾のパイナップルを続々注文する日本を、まあ海外の人たちも応援している格好なんですかね。まあ日本が台湾のパイナップルを6000トン注文したって言ってるんですね。中国のね、もう報道部分は大丈夫ですよね。中国の台湾産パイナップル、突然の輸入禁止を受けて、台湾は日本のトロピカルフルーツ市場に歓迎されていると。まあ、6000トン以上の注文はこれまでの記録を破る量だ。で、まあ、これ一応台湾のね、英文の新聞が、まあ、そのように記事を報じてるんですね。で、それを見た、世界中の人たちが、反応がこんな感じ。これなんだろう、合数に出してくれって何のこと言ってるのかな、翻訳の兼ね合いかな、毎週買うよとか、パイナップルポッキーできるかなとか、レインボーソフトクリームってのはどうかな、桜、パイナップル、マンゴー、バナナ、リンゴと抹茶だ。めちゃくちゃだな。意外と美味しいかもしれないけど。で、次、いいことだね。中国は台湾の政治と経済に打撃を与えたいんだろうけど、困るのは何の関係もない農家の人たちだけだ。で、次の人が、多分だけど単に経済の問題じゃないかな。中国が盗んだ台湾の特定の品種のパイナップルを中国国内で育てているんだと思う。けど、ブランドや、品質の問題で国内産を販売できなかった。だから台湾産を輸入禁止にすることにしたんじゃないのかな。で、次の人が、外国人のお尻に棒刺すような国だよ。誰も驚かないよね。あー、これ最近ニュースになってましたよね。PCR 検査でしたっけ？うん？ PCR じゃないか。で、次の人が、俺は焼いたパイナップルが好きなんだけど、台湾をサポートするために中国には物申したい。で、次の人、パイナップルとハムのピザ、シナモンとコンデンスミルクかけてブラジル風パイナップルだ。焼いたパイナップルにブラウンシュガーとシナモンかけるんだよ。残ったパイナップルで絞ったパイナップルジュース3分の1に、ソーダとジンを3分の2入れると、ジンパイナップルトニックだ。これ全部順番に見てもらったの、どうなんだ、美味しいのかな。で、次、バターも注文したらいいんじゃないの？よくなくなるじゃん。で、次の人は、台湾バターは日本と同様、質と値段がいいと思う。で、次の人が、あれ？台湾って中国の一部じゃないの？なんで国内で輸入禁止にしてるの？で、次の人は、台湾は独立した国だと主張しているんだよ。香港の二の舞にはならないってね。で、次の人、私は覚えているよ。中国が嘘ついて、コロナで犠牲者なんか出ていませんって言ったとき、へぇ、じゃあ突然台湾は中国の一部じゃないってことになったわけってね。で、次の人は、沖縄にもパイナップルあるよね。どうなってんの？で、次の人は、味が違うんだよ。沖縄のは甘い。けど、タイや台湾のは甘酸っぱいんだ。で、次の人、確かにこれはいいことなんだけど、中国は日本をさらに非難するだろうな。中国、それに対して、中国なら絶対やるね。近隣諸国に対しても好戦的すぎるんだよ。次の人が、いやー、たくさんのペンとアップル必要だな。これ、パイナッポーアッポーペンの。あれ？この人なんだっけ？あ、ど忘れちゃった。ピコ太郎ですよね。そう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 。まあ、コメントはざっとこんな感じだったんですけども。まあ、あれですよね。あれ？台湾って中国の一部だったんじゃないの？なんで国内で輸入禁止とかあるの？みたいな。これ、日本の政治家にね、誰か言ってほしかったっすね。まあ、個人的には、このタピオカね、タピオカのブームもあったじゃないですか。あれも台湾起源でしたっけ？あれを今一度、まあ、そこまで響かないと思うんでね。だからこれにパイナップルも追加すると絡めれば、なんかもう一流行らせぐらいはいけるんじゃないのかな？ちょっとわかんないですけども。ね。まあ、混ぜてもいいと思うんで。ね。だって、それに比べてね、この日本のマスコミ各社がね、やたらこう押す国があるじゃないですか。例えばその国のなんだろうな、野菜を使ったね、なんかこう発酵食品って言えばなんだかわかりますよね。あれを無理やり押されるよりは、はるかにマシな気しません？
まあ、なんかお菓子とかで、なんだろうな、だいたい春先かな、まあこれからの季節、結構ね、このお菓子作る会社各社ね、パイン味が出回るじゃないですか。もともとこうパイン好きな人、日本結構一定数いますよね。結構多いんじゃないかなって思いますんで、うん、だから普通に歓迎されるんじゃないですかね。うん。まあこの台湾ですけども、まあなんかこういう話をね何度もしてると、なんかこう何でもかんでも無理くりこの台湾を応援、台湾推しなのかって勘違いされるかもしれないですけども、例えば台湾ってね、今でもこの福島県産の食品の輸入禁止措置、これは継続してたりしますよね。うん、まあだから、まあそれはそれ、これはこれね、クリアしなきゃいけない課題はね、お互いにね、いくつもありますけども、確かパイナップルってこの下ベロですよね。舌についてるなんていうかの赤というか苔だっけ、なんかあの白くなるじゃないですか。なんかこうどこだっけな、内臓のどっか悪いと特にそういうのありますよね。あれもなんか取ってくれる一石二鳥なフルーツだったりするんですよね。だからまあちょっと舌の白さ、汚れが気になってる人もパイナップル食べて応援するっていうのはありかもしれないですよね。まあ一方このね、輸入禁止を突然突きつけてきた中国ですけども、ねえ、面積と人口は多いんで、大きいんで、一応大国ね、しかも経済規模だって世界2位なわけでしょ？うん。その割にはなんかやることが、言うこともやることもちょっと小さすぎないですかね。うん。で、しかも結果的には軒並み自国、中国に対して打撃が、要は返ってきちゃってますよね。例えばちょっと遡るとレアアースもそうだったし、最近だと石炭がそうでしたよね、オーストラリアとので、今回この台湾とのパイナップルでしょ。おそらくはこの国威高揚させてね、この習近平国家主席へのこの求心力かな、支持率、求心力が低下しているのを、まあどうにかして回復させたいために、まあ場当たり的にやってるんだろうなっていうのはなんとなく感じますけどもね。うん。まあとりあえずこのね、台湾のパイナップルの件では、そうですね、大手食品会社なんかもね、このパイナップル味の何かしらの新商品を出してあげれば、結構ね、うん、需要はね、あると思いますよね。うん。美味しいものが作れるんじゃないですかね。うん。まあもうもっともっと暖かくなれば、このシャーベットとかアイスクリームみたいなのもね、使えそうな気がするし、うん。さて、じゃあ宿題の確認いきましょうか。温泉あるあるでしたっけね。何してくれてんだよ、このじいさんは。二度と来るなよ。さて、このじいさんは何をしたんでしょうかっていうね。あるあるでしたけども。たくさんの人どうもありがとうございました。じゃあ、英徳寺院太郎さん。ちゃんと湯船に髪の毛やタオルつけないでくださいと書いてあるんですが、その書いてあるすぐ下のお湯が出ているところで髪を洗ってるおじいさん。もうお湯に白髪がたくさん浮いててパニック状態。枕龍之介さん、露天風呂にて、ユンボ引っかついで現れ、この下におらんとこの墓石が埋まっとるんじゃと、岩風呂を破壊し始めるおじいさん。で、露天風呂にて、こんなぬるい湯に入っていられないんじゃと、火炎放射器ならぬ手筒花火を湯船に発射して、他の利用客を仰天させるおじいさん。露天風呂にて、熊、イノシシ、大蛇、ライオンと一緒に入浴し、皆わしの孫たちなんじゃと主張して譲らないサファリパークなおじいさん。匿名希望の人、おいら江戸っ子で、こんなぬるい風呂入ってられるかって言いつつ熱湯を入れるかと思いきや、サウナの水風呂の水を湯船にドバドバ入れてきた。ぼやっきーさん、湯船でカツラを洗った。で、キツツキさん、いきなり入れ歯外して湯船で洗った年寄りがいます。何してくれてんだよ、ババアって。実際いたんですかね、そんな人。チャイ君さん、着てた自分の肌着を湯船で洗濯してしまう方、都市伝説では銭湯で洗濯した方がいると聞いたことがありますが、まさか温泉ではそんなことないと思っています。もし私だったらそんなじいさんいたら、浴場から自力で強制退去させて旅館のスタッフに突き出します。桜さん、スパとかでたまにビールとか飲んででかい声でゲハゲハ笑ってる人いますよね。普通にうざいですが、まあどうぞ勝手に。ところがしばらくするとよだよだふらふら女ように来やがった。皆が固まってる中でっかい声で、おお今日の風呂は女子多いのとか なったら許せませんね。自分のタオルじゃ嫌なんで、そいつのタオル奪ってタオルヌンチャク、リー様張りのヌンチャクさばきで撃退します。二度と来るな。
で、めぐみこさん、日帰り温泉なのでコインのマッサージ機にコイン入れずにタダで座り込み、いびきかいて、居眠り始めるおじさん、さすがにおばさんはできない。大阪の星さん、湯船で手鼻かんでそのままお湯に手をつけて洗ってたじじい。これ実話なんで怖いですよね。きったな。で、雨の中の熊さん、脱衣所でヘアドライヤーで下半身の毛を乾かすじじい。虎猫さん、実体験、2つほど。市外の日帰り温泉、女湯に酔っ払いかボケてたじいさんが間違えた風で入ってきた。脱衣所は大騒ぎ、作業員に連れて行かれましたが、本当に間違い入ったのって感じでした。もう一件は、私が就職したての頃、毎年職場の一泊温泉旅行がありました。バスやお座敷列車貸し切りで、今から思えばそれなりに楽しかったかも。県外の温泉宿、大きな露天風呂で50代の男性上司、女湯覗けてるところあったと大はしゃぎ、お前たちも男湯覗いてこいと、誰が男湯なんか覗くもんか、そんな露天風呂入りません。で、名前はないさん、湯船に入浴剤、投入、ジャグジーじゃねえんだよ、二度と来るなジジイ。これも本当にあった話なのかな、ちょっとわかりませんけどね。たくさんの人どうもありがとうございました。さてと、じゃあ今日は、じゃあね、まあ、知恵袋から、こんなスーパーヒーローは嫌だ。はい、どんなスーパーヒーローでしょうか。まあ、例えば、そうだな、なんかこうね、人混み、だからスーパーの前とかでいいですよ。まあ、買い物客にやたらとこの筋肉、ね、筋肉を見せたがるスーパーヒーローとかね。もうすぐ泣いちゃう泣き虫なスーパーヒーローとかね。あ、まあでもそれは言いそうだな。うん。まあいいんですけど。まあそれをね、ちょっと考えてみてください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。